イグニテヘルススポーツパークはアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス郊外の都市カーソンのカリフォルニア州立大学ドミンゲスヒルズ校キャンパス内にある複合スポーツ施設であるメジャーリーグサッカーのロサンゼルスギャラクシーと XFL のロサンゼルスワイルドキャッツがホームスタジアムとして使用中である 2017年から2019年にかけては NFL のロサンゼルスチャージャーズが暫定的に使用した2 7000人収容のサッカー専用スタジアム2000席から2万席まで拡張可能な屋外陸上競技場8000人収容の屋外テニスコート2450人収容の屋内自転車競技場等からなる複合スポーツ施設である 2003年6月1日の開場時の施設名はホームデポセンターで2013年6月1日に命名権取得企業がホームデポからイベントチケット売買サイトのスタブハブへ変わりスタブハブセンターへさらに2019年1月1日にはカリフォルニア州に拠点を置く医療法人リグニティヘルスに変わり施設名も現在の名称に変更された サッカーメジャーリーグサッカーが誕生して2番目に作られたメジャーリーグサッカー最大のサッカー専用スタジアムである。2003年6月、それまでのローズボールに代わってロサンゼルスギャラクシーのホームスタジアムになった。オープニングイベントはペレなどサッカー界の要人が出席して盛大に開催された。2005年からはこの年に創設された。 クラブデポルティーボチーバス USA がホームスタジアムとして使用。アメリカ女子プロサッカーロサンゼルスソルのホームスタジアムでもあった。その他には2003フィファ女子ワールドカップの決勝戦、同年の MLS オールスターゲーム2003年と2004年、2008年、2011年、2012年、2014年の MLS カップの開催地にもなっており、 アメリカ代表チームのトレーニングキャンプ地や試合会場としても使用されている。2009年にはパンパシフィックチャンピオンシップ2009が開催された。ラグビー2004年から2006年にかけてイブセブンズワールドシリーズのアメリカ大会である USA セブンズが開催された。アメリカンフットボール高校、大学アメリカンフットボールの試合会場としても利用されている。 2017年から2019年にかけては、サンディエゴから移転する NFL のロサンゼルスチャージャーズが暫定的に使用した。2005年に全米陸上競技選手権大会が開催された。テニス2003年から2009年まで同地で開催された WTA ツアーの一つ、LA 女子テニス選手権の開催場所として用いられた、他、デビスカップや、 フェドカップでアメリカ代表のホームゲームの際の開催場所としてもたびたび用いられてきている。ボクシングミゲールコット VS 亀貝機期間ニトドネア VS 西岡俊明ゲンナジーゴロフキン VS バネスマーティロスヤンが開催された。ベロスポーツセンターと名付けられている2004年に完成したアメリカ国内唯一の屋内自転車競技場で走路は シベリア松で作られている。アメリカ代表チームの練習拠点として使用されている。ほか、2005年には世界選手権自転車競技大会トラックレースが開催された。ありがとうございます。